皆様おはようございます。お元気でしょうか。一週間も終わり、本日お休み嬉しいなということで、早速ね、まだ今日早いですよ。午後5時ぐらい、まあ夕方ですけどね、まだやや、明るいかなみたいな感じでございます。それではね、グラスの用意ができましたでしょうか。いや本当にさ、気が詰まってきてね、本当にまだ明るいんですけど、こんな感じということで、グラスの用意できましたか。はい、それでは1週間お疲れ様でした。乾杯。最高だね、のどくろってんすよ、のどくろ。あともう2つしかないですけど、もう食べたい方はのどくろ、美味しいんでね、食べに来てください。はい、それではね、なんか作る時にね、また始めますか。まあ、とりあえずね、1杯目、すきっぱれにごっくんごっくんと、飲まさせていただいております。それではまた後でね。はい、1杯目も一気飲みして、2杯目ついてまいりました。いや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 、書いとかないとね、忘れちゃうから。いや、昨日も朝の5時からここですよ。ここでもう机にこううつ伏せて、もう気がついたら朝の5時。もうさ、なんか寒いなと思ったら、なんか首痛いなと思ったら、すごい変な格好でこううつ伏せて、こう寝ちゃっておりました。昨日はもう嬉しかったですよ。新潟からですね、もう YouTube ファンの方が8人ね、ガーンと来てくれて、いや結構楽しい土曜日となりました。今日鎌倉行ってるってましたけど、鎌倉どうだったかな。もう新潟に向かってるのかな、もうね。本当にいい一日でした、昨日は。ありがとうございます。じゃあね、まだまだ飲みますよ。でもつまみなしでやべえな、そのなんか入れないとちょっともうロレ回ってこないよみたいなね感じになってしまいますのでね、そろそろなんか作ろうかなみたいなね感じでございます。イエイ。まだ酔いの口なんでね、多少でかい声出してもオッケーオッケーみたいなね感じじゃないでしょうか。やっと重い腰を上げーの、あれですよ。ちょっとまかないように買ったガンモドキ、まあ、本当は煮ようかなと思ったんですけど、煮るの油抜きしていなくちゃめんどくさいじゃないですかこれ。ということで焼きガンモ、一品目焼きガンモに決まりです。そしてまあこのガンモも油っこいんですが、さらに下にベーコンを引いて、ベーコンの旨味をちょっとガンモにこれ移るのかお前みたいなね、まあ初の試みなんですが、はい、もう魚焼き器天下一発入りました。でお口は生ビール3杯目、今新しいのね、ついちゃったついちゃったついちゃったよこれ、もうたまんねえよこれ。いただきます。うまっ。じゃあね、ちょっと焼けるの待ちましょう。このガンもうまいですよ、このガンも最高。おっといけねえで3杯ついたからにゃ、1プラス1、2、3と書いて THERE、 違うか THRE、 すいません、わかりません。もうそろそろね、飲まず食わずじゃなくて、何も食わずにやっぱ3杯目一軒行っちゃうと、結構頭の中もクーラクーラクーラリンコイエイイエイ、ね、感じではないでしょうか。乾杯。モンテカルロ、いただきます。いや今日も入るな。昨日5時までここにうつ伏して寝てたとは思えねえぜみたいな。イエイ、飲むよ今日も。おい、3杯目もそろそろ飲み終わろうとしております。早くガンモドキ焼けねえかなみたいな感じです。じゃあちょっと飲みに起こして、すいません、ロール待ってません。いただきます。いやーグー、ついてくるか。4杯目、はい、4杯目入ります。でんでんがてんりぴてんでん、最初ねこれ45度ね、そしてこの取っ手のとこまで来たら止めて、であとは後ろに
うわこのバーを押して、うわ力入んね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 ぞい、よし、はい、これでね4杯目、よっしゃ4杯目入ったよこれね。泡の向こうは焼きガンも焼いてます。もうひっくり返したらね、もうちょっとねベーコンもいい感じで焼けてんじゃねえかこれみたいな、早く焼けねえかなこれみたいな、大体どんぐらいになったこれ焼けてんのみたいなね、どうなのよ、あまだ柔らけえな、表面が多分カリッと仕上がったら焼けてんじゃねえのみたいなね、感じで待ち遠しいでーす。はい、ちゅうことで4杯目、入りました。つまみなしで4杯きついな、結構な、まあこれ多分ね飲んでる途中で焼きガンも仕上がると思いますんでね、楽しみにしてくださいね。おこれいいね、なんかこのアングルね、この光ってるぞービール逆から読むとルービー、まあ読む必要ありません。よっしゃー、そろそろいい感じかなこれ、どうなのよ、おうおうおう、だいぶサクサク感できたんじゃないのこれみたいなね、はい、このベーコンもこの見えるこの油がぶっくんぶっくんぶっくりなんだ、結構カリ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 で、このベーコンの油をこのガンも合わせて、まあ想像ですよ、どんな味になるのか楽しみ、それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、テーブルの方にですね、焼きガンミ運んでまいりました。うで生中はとりあえずまだ4杯目飲んでおります。すいません申し訳ないです、はい、それではね、とりあえず一味バンバンバッコンバッコリーナですね、これ醤油だよね、きっとね、ケチャップじゃねえよね、はい、醤油をつけて焼きガムを初めての経験、僕はベーコンカリカリだよこれ、絶対これうまいっしょこれ、もうこの辺焦げちゃってるもんこれ、焦げ焦げだもん、ね、このベーコン油を塗ったくって、ね、じゃあいただきます。あ、ちょっとアルミごと持ってきちゃったんで、あれだね、色が悪いね、アルミがなんか光反射しちゃうんですね、きっとね、はい、それではいただいてみましょう、ベーコン油つけてのいただきます。焼きガンモドキ初めてやりましたけど、まあ、多分これガンモドキはいいんだろうなきっとな、うん、いやこのベーコンのやっぱりこの旨味と油をガンマス、これ上にの上と下でサンドして焼いてもいいのかなみたいな感じじゃないでしょうか。でなんかこうガンもお前精進のくせにお前実は食ってんだろ肉みたいなね、この感じの味です。いやこれマジうまいわ、うん、でもすっごい熱い、気をつけてよ、もうベーコンいってみるか、カリカリだよ、もうカリカリ、いただきます。うんうん、あっうまっ、うん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 、最高よこれ、最高最高、うんうん、あっうまっ、やばっ、うんうん、進むなこれ、いただきます。うんうん、うまっ、はい、それでは本日の最後はね、皆さんからご視聴ご視聴ありがとうございます、本日はね、何飲みする、もう今日10月の2日ぐらい、あ、10月初っ端一人飲み大会、ん、何の理由があって飲んでるのかよく分かりませんが、まあとりあえず10月初の一人飲みってことで、で一品目焼きガンモでお送りいたしました。じゃあね、まだまだいくから作れるかな、うん、結構早いペースで進んじゃってからこれな、うん、でもまだ4杯だからね、まだでもこんだけあるから、これ4杯だよね、5杯じゃないよね、どうなのよ、だいたい数え間違えてまーす、じゃあね、またね、後でね、 See you later。 Thank you.